服部と孝太郎は日本の生物学者、東京帝国大学講師、菌類を専門とした、昭和天皇の生物学の師として知られ、1925年の生物学語研究所の開設に携わった、徳川義親とも関係が深く、1923年から徳川生物学研究所所長を務める、服部学園の創立者でもある、父、 服部とりちは、尾わり川家がわ書園のある、尾わり藩士だと言われている。1911年に、徳川義わが、同大学理科大学生物学科に、学士入学した際には、講師となっていた服部が口聞きをしたとされる。1914年、区内庁語学文書御用係に任せられ、東宮に、生物学を講じる。語学文書御用係で同僚だった。 1923年、徳川生物学研究所の所長に就任。その後、昭和天皇による生物学研究所の開設を取り仕切り、1925年、開設された生物学語研究所の主任に就任。孝太郎は屈託のない性格で、面倒見が良く、また巧妙にも流行らなかったことから、昭和天皇からの信頼が最も厚かった人物の一人とされている。 ホットは植物の学名で命名者を示す場合に、服部光太郎を示すのに使われる。ありがとうございます。